はレンだよ。え？レンがいてくれたから、土蜘蛛ややかしと遭遇しても帰ってこれたし、お姉ちゃんも元気になった。それに、剣の練習時間半分になった。あんたは。いくら真剣で基礎体力も身体能力も上がってるって言っても、さすがに連日動き続けるのは辛いね。まあこんだけ連携うまく取れたら、もう土蜘蛛程度じゃ私ら止めらんないね。様たち、狐は眷属心の力を落とした存在で、その眷属心の方々は、主様は写し世に残った神々を模して作られたと。Thank you.
ところで何してるんです？今の話？今日は早めに稽古終わったんで、うずめに会いに行こうかと。あんまり興味ないんですけど。で、電話ですか？手に持ってるし。ああ、伏見稲荷の。何か問題でもあったんですか？付き合うとか、うずめの気持ちを受け取るのとか、ちょっと怖くて、だから返すことができなかった。でもちゃんとじっくり考えてみた。同性とか異性とか関係なくて、うずめ以外の人と肌を重ねるなんてできない。うずめとキスしたい。私はうずめのことが好き。あの時の気持ちが変わってないなら、あんたの気持ち受け入れたい。自分勝手なのは分かってる。でもこの数日うずめと会えなくて不
安と罪悪感と、そして好きって気持ちが膨らんでいった。好き、私も娘のことが好き。もうこの気持ちが抑えられないから、私は娘を守りたい。演技のセリフなんかじゃなくてさ、本当に私の心を支えてくれたあんたの娘を守る騎士になる。だからずっと私のそばにいて。ことは分かっていました。レンちゃんはきっと罪悪感に苛まれて、でもここに戻ってきてくれると。なんでそう思ったの？レンちゃんは根が真面目で誠実で、何より空気感がそうだって分かるんです。空気感？はい、レンちゃんの私に対する甘え方です。それを面と向かって言われると恥ずかしいわね。子供の頃からずっとレンちゃんのことを思って生きてきましたから、再会してからもずっとレンちゃんのことを見てきました。こうやって私の腕の中に戻ってきてくれたのが本当に嬉しいです。うん、それは伝わってくるよ。私も娘とこうやって抱きしめ合えてすごく嬉しい。レンちゃん、私もわがままを言っていいですか？いいよ、聞かせて。では今度こそレンちゃんとキスしたいです。私もしたい。その先にお風呂入りたい。行くよ。はい。初めてのキスです。え、嘘。昔私とうずめがキスしてるのをしのが見たって。いいえ、そんな大事なことを忘れるわけがありません。手にしてくださっただけです。ばっかりで、遠慮は不要です。私にとってはレンちゃんに尽くせる時間こそが幸せなんですから。汚い女の子だって思われるかもしれない。でももう我慢できない。